文芸学部在学中にアナウンサーを死亡し、MC 企画が設置していたアナウンサー養成校、中央放送研究会で学んだ。近代卒業後の2002年4月、正式に MC 企画に登録の上で、四国放送にアナウンサーとして派遣され3年在籍。主に夕方のニュース番組を担当した。派遣契約満了後 MC 企画からも離れ、 2005年4月、TVQ 九州放送に移籍。アナウンサーとして、報道からバラエティまで、あらゆるジャンルの番組を担当したほか、地上デジタル放送推進大使も務めた。TVQ では5年務めて後退社、しばらくして、個人ブログを始めた。その後もしばらく福岡に留まっていたものの、四国放送に在籍していた縁で、 そのキー局日本テレビ系列である日テレイベンツの社内部署日縁プロダクションに人材登録。女性アナウンサーの妊娠が相次ぎ人手不足の状態に陥っていた宮城テレビ放送に派遣される形で加わった。あくまでもヘルプであったため個人ブログはその後も更新された。2011年3月11日発災の東日本大震災では仙台で被災。 これをきっかけに、宮城県内他社の民放女性アナウンサーと、仙台青い鳥プロジェクトに、サポーターとして参加し、震災孤児の支援や、震災体験の風化抑止のために活動を続けた。震災後ある程度状況が落ち着いた同年7月からは、担当外で、スポーツ部にも、席を置き、東北楽天ゴールデンイーグルス、ベガルタ仙台など在籍プロスポーツチームの取材を、行った。 ミアテレでは震災後もベテランアナウンサーの妊娠があったものの仙台を離れるのは心苦しいが今後のことを考えたいと思い2012年3月31日に派遣契約を1年9ヶ月で終わらせた社仙台を離れたなお日円プロダクションには席を残しており地元大阪でしばらく充電の後新たな活動を始めることにしたありがとうございます